あーよ、久しぶりだな。ち、嫌なやつに会った。引退したって聞いたな。あいにくと、まだ開業してるよ。今度はドイツを殺した。俺は人殺しじゃない。貴様のいるところは凶悪事件ありだからな。貴様が殺してると俺は睨んでいる。こんな奴に出会うとは。やっぱり俺の運は極悪だ。頑張りか。捜査一課の鬼刑事デビッド西船橋様を忘れたとは言わずねえぞ。思い出したよ。あんたは養豚場の豚に似ているが、あっちよりずっと豚らしい。挑発してもダメだぞ、この野郎。ムカつくな。しっかり怒ってるじゃないか。ヤブ探偵風情が随分態度エールだな。そういえば俺はクラス D だったな。こりゃ楽でいい。どういう言葉通りの意味さ。クラス D は気が楽ということだ。鼻息だけは悪いな。忙しそうに動き回ってるようだが。あんたより多少忙しいだけだ。いいか、私はいつもお前を張ってるからな。何か事件が起きたらすぐ私に言うのだ。貴様のいるところにはなぜか事件が頻繁に起こる。それは認めよう。いいか、事件が起きたらすぐに私に言うのだ。だがな、危険で難しい事件はダメだからな。なるほど。安全で簡単に解決できる事件があればあんたに回そう。物分かりがいいではないか。俺の周りに安全で簡単な事件があればね。あいにくそんな案件は一件だってないぜ。しかしこんな奴が警察官とは、世の中間違ってる。あーや。なんだデビッド。呼び捨てるな。私のファーストネームだ。どうやら本当らしい。私もいつかはな。ここで裸踊りをしたいのか。アホか貴様は。私がここで裸踊りをしてどうする。裸踊りするような変態が逮捕され、町がまた一つ浄化されるだろう。そうか、確かに言われてみれば。西船橋、あんたが裸踊りをするのは社会正義と言えるだろう。なるほど。貴様、私を愚弄するか。気づくのが遅いぞ。いいか、アーギョー。なんだ。言うことはそうだ。こいつが本当に殺人家の刑事をやっていていいのか。思い出したぞ。そうそう、私はな、ロリコンなんだろ。なぜ知ってる。聞き流すことにしよう。いいか、私もいつかな、こんな奴撃中の警察なんざやめて、アイドラーでたんまりと稼いでやるさ。問題発言だな。なんとでも言え。知ってるか、元刑事はな、それだけで C クラスからの優待処置があるのだ。知ってるよ。これで貴様より一個上になるわけだな。そういうセリフはなってから言えよ。貴様は警察を何度も出し抜いているようだがな、あれはみんな貴様の実力ではない。運が良かっただけだ。運が悪いと訂正させてもらおう。それが証拠に、あれだけの事件を解決しながら貴様は相変わらず D クラスではないか。そういや、そうだ。つまり貴様の実力はアイドラーでは認められておらんのだ。
なぜお前が笑う。決まってる。お前が嫌いだからね。光栄だな。そういや、アキよ。妙なイントネーションで呼ばないでくれ。逃げた女房は今どうしてる。貴様には過ぎた女房だったんだよ。あの濡れた太ももがたまらんかったな。用事がないなら行くぜ。俺はこう見えても忙しい。すごいな。あげ。貴様が警察のブラックリストに載ってるのは周知の事実だ。しかも凶悪犯人と一緒に貴様のワイフが駆け落ちとあった。何が言いたい。ショッピーでもいい。やるならやりな。すぐに釈放だ。しゃらくさい。まあ今回は見逃してやるがな。さっき言ったことを夢忘れるな。なんだっけ。貴様、今度凶悪事件に出会ったらまず私に連絡するということだ。そうか、殺し屋がやってきたらあんたの住所と電話番号を伝えておこう。それは困るから、殺し屋以外の凶悪事件と限定しよう。では殺人鬼に出会ったらあんたの顔写真を渡しておこうか。それも困るぞ。それでは殺人以外の凶悪事件に出会ったら私に連絡するのだ。殺人以外の凶悪事件とは何だ。それはな、例えばスーパーの万引きとかだな。了解した。それではそのように。私を愚弄するか。ではどうすればあんたのお気に召すのかな。今度までに考えておく。いいか、私が言ったことをよく覚えておくのだ。たった今忘れた。しかし嫌な奴に睨まれたもんだな。アイドラーの方から警察に圧力をかけてみるか。いや、ああいう現場の輩はかえって逆効果だ。放っておくか。これも俺の運の悪さと諦めるしかない。私は別にここでやましいことなどしていないからな。人に呼ばれて接待されただけだ。私がロリコンだということをくれぐれも内密にな。風のように去っていった。あの変態は何が言いたかったんだろう。また君か。妹にちょっかい出しに来ないでもらいたいな。君の妹さんはとてもチャーミングだが、俺の用事は残念ながら彼女じゃない。では誰に用事があるのかな。ゴーストさ。幽霊騒動のやじ馬というわけか。はん。あ、探偵さん。や、変わったことはあるのかい。全然。本当にゴーストなんているのかしら。うん。あ、もしかして探偵さんゴーストに興味でも。
まあね。もしかして調査してるとか。クライアントの秘密を守るのも探偵の役目さん。かっこいいですね。アルカ、何をしている。そんなやつと話すんじゃない。だそうだ。兄さん、少し精神的に参っちゃってるんです。大学に戻ってきたのに奥さんと別れたり、いろいろとあったらしくて。身につまされるね。え、探偵さんもバツイチですか。君の良い点はハキハキしているとこだが、悪い点もハキハキしてるとこだ。すいません。君の兄さん前はどこに。去る企業でバリバリのエリート研究者だったんですよ。良くないことね。精神的に躁鬱状態みたいで。あ、私たら何を喋ってんのかしら。不安な時は誰かに言いたくなるもんさ。すいません。躁鬱ね。確かに神経質そうな感じではあるな。最近の会社って社員に何をさせてるんでしょうね。気性がかなり激しくなってしまって、以前はずっと温厚だったんですけど。性格が一変したってわけか。お医者様の話ではストレス過剰のせいだなって。普段の生活で次第に戻ってくるって言ってましたけど。私がこんなこと言ったなんて兄に言わないでくださいね。もう探偵さんって聞き上手だから。大学の助教授とか言ったら何の研究をしてるんだろう。まさか幽霊研究学部とかあるわけじゃない。探偵さん。え、成果はいつ上がるのかって。私だって兄のお手伝いしてるだけですからよくわかりません。でも最近の探偵さんって幽霊なんかも調査対象なんですか。不景気って嫌ですよね。何悲しそうな顔をしてるんですか。はい、こちら不幸なラーメン屋。進展状況を伺いたくて。たった今チャーハン餃子出発しましたよ。どうでしょうか。突っ込めよ。おい、相馬さんの性格はよく知ってますから。あ、そう。では進捗状況もよくわかってるよな。君が俺に依頼をしてからちょびっとしか経っていないぜ。それはそうですけど。で、どんな話なんだ。俺はこう見えても忙しい。手短にな。相馬さんが今どの程度事件を解決してるかとかやはり気になりますから。わかった。じゃあそっちへ行って説明しようか。依頼人はあんただからな。それは困ります。事務所には一般の方も多いですから絶対に来ないで。えらく傷ついたぞ。俺の悪運はそこまで鳴り響いてるのか。まめにそちらへ私が伺いますから、こちらへは来ないでくださいね。分かったよ。絶対来るなと来たか。随分と嫌われたもんだな。それもこれも俺の才能のなせる技か。
なんだろうと捜査は進めなくちゃならんな。さてと、どこから手をつけるか。探偵事務所だ。もしもし、板電なら切るぜ。あなたは海洋に切り事件を知っているか。編成機を使っているな。一体誰だ。すまんな、依頼なら手一杯でね、受けてる余裕がない。依頼に、つまらない、男だ。切れてしまった。いたずらにしては妙なことを言っていたが、海王の字とか言っていたな。どこかで聞いたことあるぞ。